ちょっとこれじゃん。あ、まだこっち側がちょっと明るしい、うん、明るい、あの表より、ね、裏の方がね、あの光が当たらないのでどうしても薄くなりますから、表の方から塗ってそれに合わせて裏の、はい、はい、あ、それぐらい、それぐらいですね、うん、ちょっとここで色直し、もうちょっと、もうちょっと入りますか、もうちょっと大きくして伸ばしてみて、伸ばすと すごい位置が変わってます。そうですね、表の裏、そうですね、そうですね、この場合裏の方が濃くね、はい、見えますけど、これ、やっぱりこれ裏ですもんね、先生、こっち裏ですよね、これが、これ裏ですよね、裏です、裏ですよね、で、こっちが裏と表が見えてたはずなんですけど、そうです、見えます、見えます、見えますね、これちょっとこうなって、はい、今日の場合はね、はい、葉っぱはね、あの4弦はみんなここから出るんです、はい、ですから、そうです、長く、はい、ちょっと消しゴムで消えるかな、あ、消しゴムね、うん、消えるかもしれないです、薄いから、うん、それが難しいそう、あのだからこうして塗った方が逆さになるから、こっちに塗った方が、こういう、そうです、そうです。あの、髪をちょっと、ヨシの向きをちょっと変えると、また塗りやすい。こっちはお腹の部分を使うと、こっちに濃く塗った部分の、もうぼかすことができますし、クリアな線が消えると、葉っぱの厚みが出る。
全部作ったんですけど、その曲がってる部分なんかね、よくこう、白い。濃く入れといて伸ばした。そうです。うん、もう本当にもうこうトンといて伸ばせば、うん、はい、もうここまでね塗ったらもう塗りすぎ、うん、いや塗りすぎっていうか、あの変化がつけるのに、うん、もうあの結構濃い茎との差をつけるのにちょっと濃く大きいでしょうか。どうしたらいいかな。茎に濃いとこ入れたら葉っぱと同じ色になってしまったから、はい、ね。水彩絵の具がいいですよね。取りすぎてもこうして伸ばせばいいし、の塗りすぎたらもうちょっと消せるし、もっと濃い色を置けば、うん、thank you.